3倍の敵を打ち破る記録的な大逆転劇、変容の戦いを10分で徹底解説。皆さんこんにちは。軍師のコーランです。今回は、10分でわかる変容の戦いについて解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。オヌト家防衛のために大軍を動員した胡蝶軍と、漢騎軍が激突した変容の戦い。作中でも稀に見る兵力差で始まった戦いは、漢騎軍の大逆転で幕を閉じました。漢騎軍と胡蝶軍の熾烈な8日間の対戦を、10分で図解を使って解説していきます。両軍の戦力や戦の天気を整理してみると、新たな発見があるかもしれませんね。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 戦の経緯と戦力。最初に、変容の戦いが勃発した経緯と、両軍の戦力を整理していきましょう。秦軍は、王翦の活躍で長王都県の南部を制圧し、そのまま簡単の制圧を目指していました。それに対し、趙軍総司令、胡蝶は、秦軍の中で突出している漢騎軍に狙いを定め、括弧撃破を行うべく、大軍を率いて漢騎軍へと戦闘を仕掛けました。このような経緯で開戦した、漢騎軍対胡蝶軍の対戦が変容の戦いですね。両軍の戦力を見てみると、まず趙軍の本部は、ウートの守護神、胡蝶騎下の軍を中核とし、精鋭、簡単兵を指揮下に加えた、総勢24万もの大軍で戦に臨んでいます。対して秦軍の戦力は、漢騎軍を中心に、玉鳳軍と一般新兵を動員した、8万の兵で戦いを開始しています。終盤、飛信隊が援軍として参戦しているので、秦軍の総兵数は 9.5 万となっていますが、いずれにせよ、漢騎軍は約3倍の敵を相手に、絶望的な戦いを挑んだのですね。2. 開戦から7日目まで。変容の戦いは、戦場全体を3つに分ける形で開始されました。趙軍は左の戦場にある、防御に最適な地形の永久を活用して秦軍の進行を阻みつつ、中央と右の戦場から、兵の多さを武器にした力押しの戦略を取りました。一方、漢騎は3倍の敵を相手に特別な対策を指示せず、正面から敵と戦い、自軍に多くの犠牲者と逃亡者を出しています。しかし、実はこの漢騎軍の劣勢は、漢騎が意図的に演出したものであり、漢騎は1000の兵を逃げたように見せかけて戦場内に隠れ潜ませていたのです。結果として、漢騎の伏兵は、胡蝶軍に見つからず敵をやり過ごすことに成功したため、漢騎は密かに胡蝶軍の背後へと戦力を蓄えられたわけですね。また、東の戦場では5日目の段階で、オユホーが赤金の別動隊を永久脇の山中から迂回させ、永久攻略の足がかりを作るよう命令していました。この時のオユホーの判断が、秦軍全体の勝利を手繰り寄せるわけですね。3. 8日目の前半。開戦から8日目には、漢騎中央軍が胡蝶中央軍に分断され、林玉隊と黒王隊が交代し始めますが、黒王隊は琥珀港に包囲されてしまい、殲滅の危機を迎えます。ライド率いる漢騎右軍も苦戦しており、漢騎からの交代命令が届きますが、ここで、ライドの部下が偶然、劉白皇の息子、宗官を捕獲したことを契機に、ライドは交代命令を無視し、独断で劉白皇への罠を仕掛けました。ライドはこの罠によって、劉白皇を撃つことに成功しますが、自身も交代が遅れたことで敵に捕獲されてしまい、胡蝶本陣へと連行された後、側近ともども、壮絶な尋問を受けることに。そしてこの日には、後方で待機していた飛信隊にも、漢騎からの出撃命令が下され、飛信たちは、永久の戦場へと参戦します。現場に到着した飛信隊は、オユホーが見出した永久攻略の策を引き継ぐ形で、敵の警戒が薄い絶壁から歩兵を登らせ、趙軍本陣の攻略を試みます。4. 秦軍の逆転。飛信隊は歩兵団の活躍によって、主力部隊の永久丘城への到達を成功させ、5日目から山中を迂回していた赤金の助けもあって敵本陣へとたどり着き、趙軍大将の学白官を討ち取り、永久の攻略を成し遂げます。永久を突破した飛信隊は、すぐに部隊をまとめ、胡蝶本陣を追撃すべく進軍を開始しますが、胡蝶軍は、中央軍の一部を、
予備隊として本陣付近に残しており、その予備隊を飛信隊にぶつけることで、彼らの接近を阻みました。歓喜は敵の予備隊が動いた隙を見計らい、7日目までに用意していた伏兵を動員して、無防備となった胡蝶本陣へと、奇襲を敢行します。胡蝶は歓喜の奇襲から逃れるべく、右の空白地帯への脱出を試みますが、その逃走経路すら歓喜に生まれており、自らの敗北を悟って自陣し、果てました。歓喜は開戦前の時点から、この展開で胡蝶の首を取ることを願っており、7日間かけて布石を用意していた、というわけですね。5. 決定打、情報戦。歓喜は奇襲によって胡蝶を撃つと、残る大軍への対処を開始します。歓喜は奇襲部隊に胡蝶の首を掲げさせ、敵本陣の兵に大将の討ち死にを知らしめると、彼らを生かしたまま逃亡させ、戦場全体へと胡蝶の死を流布させました。さらに歓喜は、あらかじめ無論に準備させていた情報戦部隊を活用し、胡蝶の訃報とともに、王仙軍、楊端和軍の大軍が来たという巨砲を胡蝶兵に流し、彼らの戦意を喪失させて、次々と敵兵を降伏させることに成功しました。胡蝶本陣が陥落した時点では、まだ趙軍には、琥珀光と劉布の2将が残っていましたが、琥珀光は、胡蝶の訃報を聞くや否や、兵もまとめずに本陣へ走ってしまい、劉布は持ち場で戦闘を継続するも、国王隊に深手を負わされて撤退しました。こうして胡蝶軍には、混乱を収拾できる将が前線からいなくなり、最終的には、10万もの兵が歓喜軍に降伏し、捕虜として捕獲される形で敗北したのです。6. 戦後の惨劇。歓喜軍は、奇襲と情報戦が功を奏し、3倍の兵を要する敵に勝利しましたが、思った以上に多くの敵兵が降伏したため、膨大な捕虜の対応に苦慮します。しかし、歓喜が戦勝後に、腹心であるライドが胡蝶の尋問によって命を落としたと知ると、彼は幹部たちに向かって、すべての捕虜の首を切るよう命じます。歓喜軍は歓喕の命令に従い、粛々と捕らえた胡蝶兵の首を跳ねていき、最終的には10万もの捕虜を処断し、その首を燃やしてしまいます。ちなみにマリョンは、捕虜の処断に対して飛信隊が抗議する展開を警戒していたのか、処断の実行前に、敵残兵の警戒を名目に、飛信隊を移動させて遠ざけています。もしもマリョンが移動命令を出していなければ、飛信隊が途中で捕虜の処断に気がついてしまい、歓喜軍と飛信隊との壮絶な内紛へと発展していたかもしれません。その点で言えば、マロンの飛信隊への移動命令は大金星だったと言えそうですね。7. 戦の総括。兵用の戦いの結果を総括すると、誰もが胡蝶軍の勝利を予想していた戦いは、終わってみれば、歓喜軍の大勝利という形で幕を閉じました。趙軍は軍総司令の胡蝶をはじめ、学伯公、劉伯公という古豪の称号を失い、降伏したはずの捕虜10万人の命までも奪われるという大損害を受けています。一方、歓喜軍の方も勝利したとはいえ、多大な損害を出しており、歓喜の腹心であるライドとその一家を失ったほか、7日間の劣勢演出のために多くの兵が倒れています。また、歓喜軍以外でも、歓喜軍に従っていた一般新兵の大部分が戦闘不能となったほか、玉鳳軍が反壊の浮き目に遭い、将であるアンファンも重傷を負っています。一応、単純な兵数だけで見れば、終戦後に姓が連れてきた軍の大半を補充兵として当てたことで、歓喜軍の戦力は、ある程度回復していると思われます。しかし、補充兵は一般の軍人である以上、彼らを歓喜軍に加えたとしても、元野党の歓喜兵との連携が、うまく行えない可能性が高いです。ライドの退場も相まって、歓喜軍はこの戦で大きく弱体化したと言えますので、その影響が尾を引いて、歓喜軍は次の対戦で李牧に敗れるのかもしれませんね。他にも、歓喜の暴走とその処分の顛末によって、六将と秦王の溝が浮き彫りになったこともあり、兵用の戦いの結末は、秦軍の大勝利とはいえ、素直に喜べない着地となりましたね。この戦の結果が、後の中華にどのような影響をもたらすのか、本編の動向を見守りましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、
コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。